はよう。ピザ美味しかったよ。クリスピー生地にして。床が見えて、うん、トイレまでの動線ができた。そう、すごいっす。優しい。でも早くその土に帰ろうとしてる朽ちてるベッドを早く捨ててしまわないと。いらない。これはいらんすよマジで。絶対腐ってるっすもん。いや俺の憩いの場。絶対カブトの幼虫とか出てくるし。世話はマジで朽ちてるって言うんだよ。これってビニール入れてもいいですか。いいっすよね。持ってきますね。とりあえず OS インストールしないとやばい。 SSD つけないと。それやります。まずいわマジ。 OS インストールしないといけないわ。 SSD 買ったわ。サムスンのね 869VO ってやつで、それがね読まなくて、 CRAT から USB 変換したのに読まなくて、でレコーディング本当は今日入ってたんだけど、それを知って出してもらい、でサムスンに SSD は修理出してます。1週間ぐらいで帰ってくるってマジ楽しみだわ。保証期間内、3年保証だったから、買ったのは去年2年前、2019年12月だったから、まあ1年ぐらいで飛んじゃったのかなって感じ。珍しいですよねそれは。いやびっくりした。俺も初めてよ SSD でそういうことになったの。部屋の掃除はちょっとしたんですか。何パーぐらい進んだんですか。 20%。 いや本当にねここ1ヶ月ぐらいラボのトイレがねマジで塞がってたから、いちいち研究室の方に行ってもらってたから、はい、あれがね解消したのがマジで熱い。僕からしたら 5% ですね。いやあの段ボールすごくない。段ボールの中に段ボール詰めて満タンだったよ。まあでも歩けるようになったんはやばいですね。床がトイレとか玄関まで床が続いてる。それはどうもありがとうございます。できたわ。これ動作確認やってたやつ、その辺で落ちてた 1.5 テラのやつ。何が垂れてるんですか、あのエアコンの下。あれ水漏れした時の痕跡で修理来たやつですか。いやもうほぼ毎年ぐらいよ。なんでそんな水漏れちゃうと思っていう。出たわ。今からソフトのインストールしないといけない。プロツールス、プラグインのウェーブスが2つ、メロダイン、オートチューン、オゾン、あと何？オクスフォードリバーブ。で7個でしょ。あとライン。あれもだわ。Google Chrome。これも真っ先やんないと。はい。MacOS 10 UT 立ち上がりました。マウスが鬼遅。てか秋葉で買ったこのモバイルバッテリーがずっとカバンに入ってたんだけど、マジこれクソで、その付属してきた USB のこれでしかなんか充電できないことがある。結構あの安いモバイルバッテリーはマジで危ないですよ。で爆発って意味？いや僕の知り合いの会社燃えたっすから、ね、結構大きい会社っす。ワンフロア燃えたっす。モバイルバッテリーが原因？はい。日本製のバッテリーやったらしいね。でもえ保険は？その住宅で入ってる方の火災保険ってこと？いや、ガチガチの会社なんで。うん。ああ、そういうのが、そこそこ。そこそこの従業員いた会社のワンフロア全部燃えた。機材も？全部燃えた。それは災難だったね、マジで。そういうことがあるから、僕はそのバッテリーは全部あの、防爆ケースに入れてます。そんなのあんの？ラジコン用の防爆ケース。まあでももし火事になったら終わりですからね。終わりです。保険聞く。
まあ、火災保険入ってるにしても限界がある。火災保険の上限ちゃんと契約の時に調べたんですけど、うん、カバーできひんから上限上げたっす、うん、再起できるように仕事が、うん、最悪そうなったら俺も MacBook Pro 1台で頑張るよ人生絶対に。今からそうした方がいいんです。いや無理、ちょっと音質落ちると思うんだよね。やっぱ電源がさ、アダプターじゃん。俺全部親遺伝のケーブルとか津波とかさ使ってるもん。しかも V2 じゃない方、バージョン2じゃない1のやつ。なんか2良くないって噂を聞いた。そんな差は出るん？うん。でここさ、壁コンからそもそもさ1回アップトランスかましてるから直で、アップトランス2個かましてて1個1個ね、そこに全部 220V になってるんですよ。で、その 220V を供給してるのこの人たちに。それによって、マジでね、ドラムの音とか太くなったと思う。100V じゃないですね、ミド君の環境は。うん、220。海外企画でやってる。うん。これ大事でしょ。なんで240じゃないのって感じだけど、220のトランスが秋葉の春日無線で売ってたから、なんかそこに、壁コンからそこのトランスまで行くのは、なんか細々のケーブルで、大丈夫って感じだけど、それ必ず分解したことないし、別にしてもいいんだけど、怖いから、ね、電源だし。それはもうそのまま使おうと思って、で先っちょも普通のなんか100均とかの延長コードをぶった切った人みたいなやつをついてて、でそれはさすがにホスピタルグレード病院用のやつにした。これね、うお、これ23,000円ぐらいじゃない？1本 1.8m。 これをつないでます。これだけでね、もう暴れん坊、パソコンもこれよ、もちろん。暴れん坊。全然取り回し効かないって感じ。もう、こんななってるもん。インターフェースとかもちろん一番大事だから、パソコンより大事だから、そっちの方に。もう本当にね、あと、PS オーディオのノイズハーベスターとかっていうね、ノイズを光に変えるやつがあって、1万円ぐらいなのかな？それも刺さってる。電子レンジの上に一応一箇所と、と、この裏に2箇所。3個ぐらい刺してるかな、全部で。刺しすぎも良くないらしい。でもなんか結構パソコンと一緒に刺してるとことかめっちゃ光ってるから、ノイズ出てんのかなと思う。その、下に置いてる石はなんか意味あるんですか？これ、これ、こっち？ちょっと膝どけてもらっていいですか？これ？それ。これね、結構、これアメジストっていうのがね、確か。何の上置いてるんですか？これはうちの、今ちょっと一括電源をこれにしてて、これね、どこのやつなのかな？ファーマンのやつだ。ファーマンのワンユーラックのなんか奥行きこんぐらいのやつで、これ多分一個パチってしたら、後ろに多分8口ぐらいあって、コンセントが。それが全部生きるってやつで。俺昔はなんかそれも、さっき話したノイズハーベスターってノイズ光に変えるやつの PS オーディオってメーカーのやつの、パワープラントっていう、まあ要するに安定化電源っていうか、その、整えてくれる電気を。その中にマジこんぐらいのでっけえなんかが入ってて、コイルみたいなのが。それが入ってて、それで電気をもう、綺麗な 100V を生み出すよっていうやつがあって、そう、すごい重いんだけど、マジ奥行きもこんなあって、それがあったんですけど、まあちょっと機材減らしたいなみたいなタイミングもあって、それは手放して、で、それ1個やっぱ入れれば、スピーカーも2個起動するし、で、後ろにあるやつが全部生きるってやっぱね、まあ普通の家庭用のやつもあるじゃん、タップでさ、1個1個スイッチついてんの。みたいなもんで、これも、業務用のスピーカーってやっぱ後ろに電源スイッチあるし、マジでね、いちいちこう、あれも入れて、これも入れて、インターフェースも入れて、これも入れてってしていくのめんどくさいから、やっぱ一括にしたくて。で、今はこれをちょっと一応かましてて、で、やっぱ電源だから、そう、石を置いてんだけど、そう、なんで石を置いてるかって話ですよね。これたまたまここに今あってさ、これが。これ、なんか、なんだろうね、まあ絶対そういう鉱石的なやつでしょ？と、これは多分ブレスレットなんだけど、もともと。まあ、水晶だと思うんだけど、あとなんかついてるわ、磁石みたいな色したやつが。で、これを、マイクプリアンプの
インプットにこれかかってたやつ、今ちょっとパソコン分解してるからここにあるんですけど、これがね、こういう石、鉱石っていうのか、これどこのスタジオ、大きいスタジオ行くと絶対電源周りとかケーブルの上とかに、まあ、置いてあるんですよ。本当にマスタリングスタジオとかでも。でそれなんでなのっていうと、少しやっぱり、そんなに語れんよ、それについては。語れんけど、まあ、ノイズの状況というか、音は良くなると思う。なんかね、もうやってみって感じ、マジで。オカルトだと思うけど、思うならいいわ。でも大きなスタジオって、え、そんなスタジオでも置いてあんのっていうぐらい置いてある。音楽のスタジオだと。とか、マジで三角形の、まあ、三角木馬みたいなやつがバーってあって、その上に信号線がこう張ってるところとかね。あ、売ってるっすね。うん。あれは結構意味あるっすか？だから結局、その、本当に電気が、元の電源が大事とか、信号も大事だけど、そのケーブルの、その、ちょっとした、もちろんスタジオだったらさ、音楽鳴ってるし、それ振動が良くないって言われてて、あれをやっぱ地面の上にこう、その三角形の木を置いて、その頂点のところ、まあもちろんケーブルが置きやすい形状になってますけど、そう通すと少しやっぱ振動が軽減されるようにあれは設計されてるみたいで、それで音が良くなるっていうか、まあ安定するって意味なのかな。それは、でも木馬とこれは違って、鉱石だからね、結局。やっぱそういうあるじゃないですか。わかるでしょ？ラピュタみたいなことですか？いや、それは知らないですけど、結局だから、なんかこう、あるでしょ？別にパワーストーンとか言われるけど、本当になんかそういうさ、神秘的な力とかじゃなくて、磁力みたいな話じゃないのかな。火山とかさ。そう、でも一回さ、熊野さんっていうさ、スタジオは、熊野さんっていうマスタリングエンジニアの方がいて、炎の。そこに一回マスタリングをなんか頼んだときに、機材の上に、こう、え、水晶ありとなしどっちにしますって言われて、両方聞かせてくれて、いや、普通にありでって言ったね。そこで聞いて。この体験してほしいわ。石の影響力は石によって大きく変わってくると。おお、それはわかるわ。だから俺はアメジストが置いてるけど、たまたまあったか置いてるだけで、本当はちゃんとした水晶にしたいし、水晶も産地がどことかで結構ガチャガチャあるから、どこ産の何のみたいな、な、A クラスのみたいな言ってる人もいるし。電話します。もしもし。もしもし。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。熊野さん、今お時間大丈夫ですか？大丈夫ですよ。最近ですね、ちょっと真面目な YouTube のチャンネルやってて、谷山ミッドナイトっていうチャンネルやってるんですけど、で、まさに今それ撮ってるんですけど、今。はい、はい。機材の周りに、水晶を置くと、はい、音が変わるっていうのについて一本撮りたくて、ちょっと、ご協力していただけないでしょうか、熊野さんのスタジオでっていう。ああ、まあいいよ、うん。ありがとうございます。結構多分その場にいるみんながおっていうぐらい多分変化ありますよね。それについてちょっと。まあまあ、みんなわかるっちゃわかるけどね。そうですよね。うん、それをだからね、映像を通してどう伝えるかっていう感じなんですけど、お願いします。ありがとうございます。どうも、失礼します。はいはい。心よく。おもろいです。しかも、わかると思うって断言してたんです。うん。多分ね、あのね、三木東山さんとかやってたんじゃなかったかな、熊野さん、昔。結構いろんな有名なアーティストのでやってると思う。僕は噴水みたいなのはめっちゃ最近気にするんですけど。うん。まずね、うん、玄関から、うん、その先の窓までの動線に物を置いちゃいけないんですよ。うん。そしたら気温が良くなると。うん。めちゃくちゃ気にするっすね。これはやばいですね。だってこの導線の幅20センチ。改善しよう。噴水的に言えばもう最悪のスタジオです。やめてよ。それはやめて。なんか最近もう買いました。いや、知らない。ないと思うけど、いや、もうタイムリーだけど、この SSD はもう本当にいい買い物したと思う。久々になんか心も、やっぱさ、OS とか入れ直すとさ、気分新しいじゃん。はい。なんかいい感じじゃん。ちょっと大変だけど、マジで。
いやー頑張ろうって気になるよね。まあ、メディアはね常にフレッシュがいいさ。うん。あとそうそうそう、なんか友達にさいい歯ブラシないみたいな話をしてて、えキスユーってやつがいいよっつって、へーとか言って、あもう聞き流してたんだ、こっちから聞いといて聞き流してたんだけど、やっぱその話結構気になるなと思って、アマゾンで調べて何かの買い物ついでに買ったんですよ。したら本当にいいかもしれない、めっちゃツルツルだわ。マジですか？うん、なんかね電池入ってんのよ。で600円ぐらいなんだけど。で、ボタンを押したら電池残量見れて、LED 光るからさ、あ、まだ入ってんだ、みたいな。で、1年ぐらい持つらしくて、まあ、持つと持つと思うけどさ。で、真ん中のその金属のところに手が当たってないといけないみたいな感じなんだけど、まあ、結構どういう感じで握っても、まあ、手当たるぐらいのところにあるのよ、板が。そしたらそこからイオンがこう、出ます、みたいな。そう、歯ブラシの真ん中の方まで棒が入ってて、イオン出ますよ、と。イオン？イオン。また水晶みたいな話だった。そうそうそう、まあ、たまたまね。で、確かに、前どんな感じだったっけみたいな、普通の歯ブラシと比べてみって感じ、うん、買ってあげようか。それおすすめです、歯ブラシ買います。まあ安いしね。うん、僕最近レーシングシュミレーター買ったんですよ。あ、この前あれでしょ、ハードオフでしょ。はい、シミュレーターっていうか、まずこのハンドルをハードオフで、あれなんかグラセフのやつ、もともといや、あれはグランツーリスモってやつ。あ、グランツーリスモ、そうそうそう、ごめんごめん、言い間違えた。だからあれでしょ、ハンドルの真ん中に GT って書いてあるでしょ。あれ接続 USB なの？ USB で、まあ、本来プレイステーション用で、まあ、プレイステーションのセット買ったらすごい値段になるんですけど、うん、本体もないからってことでしょ。そうっす。まあちょっと安いハンドルなんであれですけど、うん、あと20万ぐらい出したら、うん、完全に実写になる。20万も出すの？何を買うのそれ？ハンドルのモーターが大事で、トルクってこと、その強さとか。いや、今の20倍ぐらいのトルクになるんですけど、うん、とサイドブレーキとあのシフト、こことあのバケットシート、うん、使って、うん、ちょっとやったろうかなみたいな。んでも VR のキット買おうかな。オキュラス。メーカーそれ、オキュラスっていう VR のゴーグルス、うん、やればもう360度のサーキットになると。うん、それ家でこんなんつけてさ、こんなやってんの。そう、外から見たいわ、普通に。まあまあおもろいっす。新しい SSD 気持ちいいわ。もう捨てちゃったけど。これ、いいね。やっぱサムスンのいいね。箱もちっちゃいしね。マイキー来るから、そろそろ。マイキー、どんな人っすか？うん、マジでね、超面白い人だから。それ来たら、紹介するわ。何する人っすか？マイキーね、アーティストですね。ラップもするし、俺ラッパーとして知り合ったんだけど、今もビートも作るし、いろいろミックス的なこともできたりとかやってるらしい。それも聞いてみよう、いろいろと。俺となんか環境違うからさ、使ってるソフトも違うし、なんかそれもあるかもしれないけど、最近はマイキーもその YouTube やってて、インマイキーってチャンネル。そんな感じです。じゃあマイキー編に行きましょう。では皆さん、では皆さん、またね。